チャオアミーゴ、スーちゃんバックスリー研究所のスーちゃんです。今日は研究員の花毛真剣さん、レポート提出がありました。いつも本当にありがとうございます。それをですね、今回検証していきます。あ、それでまだ研究員になってないよって人は、今のうちにチャンネル登録して研究員の一員となって、どうしたら魚が釣れるか一緒に研究してレベルアップしていきましょう。それで今回花毛真剣さんから提出いただいたレポートの内容ですが、夜のサーフフィッシングで光るルアーは有効なのかです。実はですね、今回光るルアーは第2夜目なんです。前回1投目でヒットしましたが、バラしてしまいました。それでそのバラした画像をですね、確認してみたら、真っ暗な画面にスーちゃんの声で、ああバラしたと波の音しか聞こえてないので、 YouTube に動画をアップするのはやめました。なので光るルアーは有効かと思いますが、やはりですね、釣って皆さんにお見せしたいと、今回第2夜目です。でですね、ご協力いただいたのはフルキャスト工房さんのイチコロというルアーを使います。このイチコロですが、ルアーの中にケミボタルを入れる作りとなっています。種類やカラーなどいろいろバリエーションがありますので、気になる方は YouTube でフルキャスト工房と検索すると出てきます。商品のラインナップはメルカリ、ヤフオクでフルキャスト工房イチコロで見れますが、イチコロだけで検索すると変な下着が出てきますので、必ずフルキャスト工房と検索してください。タチオ釣りでは有名なルアーみたいですね。前回イチコロを投げてみたら、青白く光る魚が寄ってきました。なんかの稚魚ですかね、波打ち際に打ち上げられると光るのをやめて、波がまたですね、さらっていくと光り出します。もしですね、今日も現れたら捕まえて確認してみます。さてさて、どんなドラマが待っていたのか、皆さんご一緒に。ガムシャツですか。よし、来た、なんやこれ、青物がめっちゃ重い。切れた。マジか。切れた。待て。ちょっと待って。あれ。あ、ルアーがね。マジか。ルアーをか。マジか。ちょっと。打ち切られた。
ングが生まれたプレッド。面白か。
か。はい、お疲れ様でした。今日はね、白須賀海岸でした。ここはね、ご覧の通り国道から近いのと、浜から歩いてセブンイレブンに行けるので、いつもね、釣り人と、サーファーがね、多い場所です。今日はね、珍しくいつもより人が少なかったのでラッキーでした。そしてね、今日はかなり衝撃的でした。どれぐらい衝撃的だって聞かれたら、宮沢りえのサンタフェのね、発売を知った時ぐらいの衝撃でしたよ。この城、小肌ですね、釣りまくり状態で、スーちゃんのね、隣で釣りをしていた人は、ワンキャストでこの城を次から次へと釣り上げてましたよ。だいたいね、80メートル沖に濡れている感じでした。ヒラメもね、2、3人ぐらいの人がね、釣り上げている人も思いましたね。ただ残念なのがね、光るルアー、1コロをね、ヒットしたと思ったらね、ルアーごと持っていかれました。残念です。それではですね、2020年研究員の皆さん、大変お世話になりました。またね、2021年もよろしくお願いいたします。それでは2021年、笑顔でお会いいたしましょう。皆さんも良いお年をお迎えください。スーちゃんバグ釣り研究所のスーちゃんでした。チャオー。